前回の墓地徹底にも引き続くんですけども大きな成功を成し遂げようと思ったら塵も積もれば山となるという精神なんですよねもちろん一発で大成功っていうものもあります大振りをして大ホームランみたいなね満塁ホームランみたいなのもありますけどもそれは相当な修行を積んできた一部の天才ができることなんですよで我々はですね天才ではないです普通の人なんですよじゃ普通の人がやるとしたら ををどどどどんどんんどんん積もっていってていい大きなな山を期待すするしかないんですよ時間はかかりますよ。時間はかかりますし、仕込みをしなければなりません。その意味では基礎練習がものすごく重要になってくると思います。でもですね、塵も積もれば山となるほど強いものはないんですよ。で、2034フェイスをね、考えたときに、これちょっと分かりにくくてすみませんけども、2034 20フェイスを考えたときに、普通の人のアクセスっていうのはちっちゃいんですよ。でもそのちっちゃくって1人ではできないんですっていう人が集まったときに、膨大な 塵も積もれば山となるが完成するときですねそんなの無理だよって言ったことを成功させるようなそんなエネルギーになるんではないかなと思います2034フェスは1台は R34 という希少希少価値のね高まった車が出てきますもう1台はまだお話しできませんけどもきっとですね多くの方があこれはそういうことだったのかっていう風にもうね動向を開くようなものですねこの2台がクロスしてですねその2台のファンの方もちろんその 私の持っている車、車さんの車持ってない人が、大半だと思います。持ってない人が、インスタグラム、ツイッターとか、SNS で発信する、YouTube で撮る、そういったことを繰り返すことによって、本当に一人一人のアクセスは少しなんですよ。3アクセス、5アクセス、10アクセス、これなんですけども、これが積もり積もったエネルギーっていうのは、今まで私が経験してきた、アフィリエイトの1万4000サイト、動画の1万サイト、SNS の発信1万回以上、で、Facebook ライブ、これも3000回以上、4000回以上。 こういうことの小さな積み重ねがとんでもない大きな成功につながるってことのまた繰り返しだと思うんですよ。で、この小さなことを大きな成功にするその一つのパッケージすらいろんなところで繰り返していってログを残してログを残してログを残して一つ一つは全然大きなねビッグプレイヤーにかなわないものですけどもそれを全部集めるとビッグプレイヤーを別のルートからしのぐことができるんではないかなと思います。小さいものが大きくなるという瞬間なんですよね。 でここに多くの方はやっぱりね共感して感動して憧れてくれるんではないかなと思います。それはなぜかというと多くの人がね自分の力も弱いと思ってるんですよ。自分も小さいと思ってるからなんですよ。だから小さい者同士が集まること小さいブログのアクセスが集まることによって膨大な大きな力が出るってことを。 やっぱ信じてるからなんでしょうね私は今回もそれを先導してやっていきたいと思います吉田さんと一緒にこの発信力この今までやり続けてきたことそれからコンテンツで集中すること集客することを凡事していってこういったものをずっと続けてきた全ての活動がここに2034フェスでですねドカーンと大きなログになって大きなダイスを作ってくれるダイスってサイコロみたいなあの立体ですね立体を作ってくれるところにつながるんではないかなと思いますねで私のこののこ 誘いっってのは吉谷さんね電流走ったでしょこれがでこれは電流走るだろうと思ってスパッと私もね切り込んでいくところそして吉谷さんもまるで私の心の中を読み取ったように意気投合とこれはなかなかできないですよ楽しみですね。